あ、これでいいんじゃないですか。あとはいいじゃないですか。悩みある人いっぱいいるよ。え？みんな悩んでるよ。浅井さんに相談したの。だって何にも書いてないよ。みんな悩みあったら書いてみて、ちょっと。やった、それね、ろくな悩みや、みんなろくな悩み。聞いてみよう。聞いてみよう。ろくな悩みにならないから嫌だ。うん、何もそんな、時間がないのにそんなことやってないや。そうだよね。うん、じゃあこれでもう終わった。あとは、なんか、ないですか。ほら来てよ。え？これな、薄毛で悩んでます？薄毛ってなると頭がハゲてるっていうことで解釈してそれでいいですか？それともなんかあの年と薄毛ってわからないんだよ。ハゲてるって書いてあるよ。ほら。え？ハゲだ。同じ人じゃないですよ。うん、別の人。みんな薄毛で悩んでるんだって。お墓がないのでそれが心配だって。だから私見た人がいない人ですか？ゆうせいさんおはようございます。ハゲてきてるんですけどどうしてハゲとか薄毛とかわからないよ。わかんないね。じゃあ次行こう。お墓がないよ。じゃあさ、私のような人はいなくて、それで国が食べる方法を阻止してるんで、それで悩んでますね。それでいいですか？うん。それと解決するには、あれだ、和道さんのやりはさ、音楽かかるから、その音楽放送を、その、毎度見ることです。ありがとうございます。じゃあ次のお悩み行きましょう。ゆうせいさん。和道さん以外の方法で何かあるのかな？浅井さん、次のお悩みが来てるんで、次のお悩みいいですか？厚生労働省にありがとうございますって電話をかけてですね、それ差し当てて一日大丈夫です。はい。じゃあ次の質問に行きます。お墓がないのでそれが心配です。ゆうせいさんからお悩みです。お墓がないんだって。墓ってもよくわかんないよ。墓がないのでそれが、で、それが心配です。この点が合わせ入ってるよ。墓って何ですか？お墓。大丈夫だよ。この放送を見れば生きれる。音楽をかかれば大丈夫だ。うん、じゃ早く作った方がいいです、音楽。はい、次。女性を性的な目でしか見れません。どうしたらいいですか？性的な目って何ですか？要はエッチな目で見ちゃうんだって、女の人。正しく変換されてない。性的な目って何ですか？だから、なんて言えばいいんだろうな。エッチってわかる？性の対象としか見れない。あ、それはこの前あのレクチさんとテレ屋さんで作った音楽はありますが、それを聴けば治ります。あ、治ります。じゃあ今度それをここでかけますんで、今持ってるかな。あ、うん、今持ってないよ。うん、この次をかけますからよろしく。うん、持ってきますよ。うん、次お悩みある方書いてください。お悩みある方、音楽万能ですね、だって。音楽万能だな。これは、笑ってんですか、最後は。笑ってるってこと。笑い万能がもうよくわかんない。私の使う言葉にね、万能。万能っていうのは、すごい、何でも使えるって意味。ここに点がついてる、これもわかんない。点がついて万能だな。うん、音楽っていうのは、音楽、すごいなとか、音楽って、何でもできるんだなって言ってる。いや、音楽作りについてあなたと相談したいんで、今度来てください。厚生さんですね。ゆうせいさん。よろしくお願いします。具体的な内容については、病気の種類と、音楽についてどうなってるかっていうことをあなたに聞いて、それで実際に、病気の種類に立ち向かいたいと思います。あなたと一緒に。よろしくお願いします。はい。他に、お悩みがある方は、浅井さんがお悩み解決しますので、あと、お悩み質問募集中です。これ関係ない？はい、これ、あと？ハゲてきてるんですけど、良くなる方法はありますか？あ、これ解決したって。これはいいや。次。これはいい。次行きましょう。すべて音楽で解決するんですか？ねだよ。ね、うん。これ、ちょっともう一回言ってみてください。
すべて音楽で解決するんですね。いや、解決しないですよ。体にいい食べ物を食べなきゃいけない。これは、です。例えば、いつも言ってる、浙江省の椎茸とか、それから、パイナップルジュース、これもあんまり言ってないな。なんか、音楽じゃ解決しない。良い食べ物を取るべきです。うん、良い食べ物っていうのは、それおばちゃんがこれがいい食べ物だっていうのはありますけれども、それは一般的に言われているいい食べ物とは全然違いますが、それでおばちゃんは、みんなにそれを分かるようにしたいです。だから あなたがここに来て、してそれでいい食べ物についてどういうふうに見分けるのかって言えば、それはみんなが分かるから、だからぜひここに来てください。今の人、この人、はい、クミタン、ここにぜひ来てください。してそれでおばちゃんとその話をしましょう。北海道の人なの、この人。北海道。いや、でもあれだよ。それは、全世界の人が見るんだったら、それは、みんながいい食べ物を選べるようになるんだから、北海道から、ぜひ来てください。早く来てください。明日にでも来てください。明日はおばちゃんすぐ来ます。はい。では、明日来てください、くみたん。次の質問いきます。必ずね。口が臭くて悩んでます。どうしたらいいですか？口が臭い、よくわかんない。口の、なんか、匂いが臭いんだって、この人。あ、それも解決は、この前の寺田さんと、作った、レクチさんと作った、音楽をここで鳴らせば解決しますんで、今度持ってきますから、ぜひこの次見てくださいね。はい、よろしくお願いします。音楽を聴いてください、口が臭い人は。次の質問です。私は宇宙人に狙われています。どうしたらいいですか？宇宙人よくわかんない。宇宙人は宇宙に住んでる人。宇宙人に狙われてますって何ですか？宇宙人に金取られてなくて、私は宇宙人に狙われてますって。命を狙われてるって意味。いや、もしここにバックに音楽がかかれば、それを一回聞けばいいです。はい、じゃあこの方も、音楽を聴いてください。お願いします。次の質問です。仕事をクビになって、婚約していた彼女にも振られました。逃げられました。親もナマポで頼れません。どうしたらいいですか？まず婚約が分かんない。婚約って結婚の約束をしてたこと。で、それで、彼女に逃げられ。親もナマポって何ですか？ナマポ、生活保護のこと。福祉のこと。親は福祉なんだって。それは大問題ですね。大問題ですね。それ考えましょう、一緒に。解決できますか、これは。ちょっと待って。いや、おばちゃん、長い間具合悪くなる一方だったんですけれども、ずっとなんか具合悪くなるような気がしてたんですけれども、それがある日突然と同じ生活で、ある日突然力がみなぎって、それでガーッと生き返りました。それでどんどん体力が出ました。現状はそのままなんですけれども、それは体力があるままです。はい、これ大丈夫。はい、次行きましょう。はい。浅井さんは今日も元気です。はい、次の質問行きます。素敵な彼女が欲しいですけど、どうしたら彼女ができますか？素敵がわかんない。素敵っていうのは、かわいいとか、魅力的とか、いいなって思う人、いい彼女が欲しいんだって。だからこのバックに音楽が流れたら、その放送を毎日聞いて、ウェイトに通えば、体力トレーニングに、これ通えば、素敵な彼女ができます。はい、この放送で音楽を聞いて、ウェイトトレーニングしたら彼女ができます。次行きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バットボタン押してんねん、もう。